代用として、夏椿が植えられている、兵庫県加古川市鶴林寺境内サラウジは、双葉垣かサラの木族の常緑公木。シャラ草樹、サラの木、シャラの木とも言う。ただし、これらの名で呼ばれ、日本の寺院に聖樹として植わっている木のほとんどは、本種ではなく夏椿である。ラワンの一種レッドラワンと同族である。三高は30メートルにも達する。春に白い花を咲かせ、 ジャスミンにも似た香りを放つ。体感性が弱く、日本で育てるには、温室が必要である。こうした、植物園の例としては、草津市立水生植物公園水の森や、新宿御苑がある。日本の気候では育たないため、日本各地の仏教寺院では、本種の代用として、椿科の夏椿が植えられており、サラソジュやその別名で呼ばれている。 インドから東南アジアにかけて広く分布。サラジュは神話学的には復活、再生、若返りの象徴である、生命の木に分類されるが、仏教では二本並んだサラの木の下で、シャクソンが入滅したことから、発芸藩の象徴とされ、サラソジ樹とも呼ばれる。サンスクリットではシャーラ、またはサーラと呼ばれる。日本語のサラジュのシャラ、または 皿はこれに由来している。現代ヒンディー語での名はサール。釈迦が、くしながらで入滅した時、歌唱の紙辺にあったという、四層八本のサラジュ。軸の花を咲かせ、たちまちに枯れ、白色に変じ、さながら鶴の群れのごとくであったという。以上のように、伝本により木の本数には、異動がある。しかし、いずれにせよ、草は、もともとの樹木の名に含まれておらず。 日本もしくは日本組ずつになった木の家である。かつて東南アジア、とりわけマレー半島近隣で溶剤として、家屋の建築やカヌー等に広く使用された。樹脂は香料や船板の水漏れ防ぐための巻き皮として、樹脂肺がから取れる油は地域によって、糖化や料理に用いられる。ありがとうございます。